コモドオオトカゲ、別名コモドドラゴンは、全長3メートルにもなる巨大な体とノコギリのようにギザギザの歯、獲物を動けなくする雑菌や毒を持つ地上最大最強のトカゲです。見た目はほぼ恐竜です。子ヤギや豚程度なら丸飲みしてあっという間に胃の中に収めてしまいます。そんなコモドドラゴンのオスたちは毎年春になるとメスをめぐって戦います。イノシシや水牛を襲って食べるくらいなので、その戦いぶりはまるで怪獣映画のようかと思いきや、実際はちょっと戦ったら休憩、お昼も休憩、夜になったら解散と体に優しい戦い方をします。どうしてかって、見た目はすごくても所詮トカゲです。変温動物である爬虫類は暑い日中に長く動くと体温が上がりすぎて死んでしまうのです。こんな見た目をしていても日中は無駄にエネルギーを使わないように寝そべっていて、獲物を食べる時以外はほとんど動かないのです。だから極度に体力を消耗する喧嘩には頻繁に停戦協定が組まれるのです。この省エネの暮らしは彼らの子供たちにも大きなしわ寄せが起こります。コモドドラゴンはせっかく生まれた子供の世話も日中には一切しません。動かない時間が長すぎて食べるものがなくなると自分たちの子供を食べてしまうことさえあります。コモドドラゴンの子供の約 10% は身勝手極まりない親の都合で食べられてしまうとも言われています。そこでせっかく生まれてきたのに胃の中に逆戻りしてはたまらないと、子供たちは驚きの生き残り戦術を編み出しました。彼らは親に食べられないように他の動物のうんこを体に塗りつけるのです。さすがにうんこだらけの子供には食欲が湧かないようで、しぶしぶ別の獲物を探しに動き出します。また生まれて間もなく巨体の親には登れない木の上に駆け上がり、体が大きくなるまで基本的には樹上で生活するなど、子供たちは身を守るのに必死です。親の食欲から逃げ回ったくせに大人になるとそれを忘れて身勝手な虐待をし始めるとかで、それがコモドドラゴンです。いかがでしたか？この動画が気に入った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。